というわけで本日はこちら中野駅から徒歩 3,4 分タレカツさんにやってまいりました。なんでもこちらのお店、新潟や福井など北陸地方のソウルフードと言われる衣にタレが染み込んだとんかつ、タレカツがいただけるお店ということなんですけれども、微妙に私とんかつ大好きなんですよね。というわけで、果たしてどんなお味のタレカツ丼いただけるんでしょうか。それでは今日も張り切ってガガガガガでしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、こちらタレカツさん、タレカツ丼なんてメニューもあるんで、あれこれお店の名前なの、あのお料理の名前なのなんつって、ちょっと戸惑ってしまうんじゃないかななんてご意見もあるかと思うんですけれども、卵で閉じていないご飯の上に薄いとんかつを乗せて甘辛いタレをかけただけというシンプルなお料理でして、店内はこのような感じで木目調基調としてジャズが流れてましたね。それでは現場の竹中さん、ほいほい、こちら現場の俺が竹中で、はい、というわけでこちらが2段盛りヒレカツ丼セットのライス特盛りです。この丼の蓋が閉まりきってなくって、どこかでハマグリみたいな感じになって、いやこのボリュームすごいですね。テンション上がりますね。そしてこちらオーブンが到着した瞬間に変わってくるタレカツのこのタレの甘辛い香りがたまりませんね。それでは早速いただきます。はい、それではしのごの岩でタレカツいただきましょう。うん、むちゃむちゃ柔らかい、すげえ。結構ね、とんかつなんで、いや激しいこってりとした味なのかななんて思ったら、意外とねあっさりした印象で、シンプルな味付けで、豚肉本来の美味しさを味わえつつ、タレの甘辛い感じが後から追いかけてきて、口の中で奏でるハーモニー、これは本当にいいね。決まりましたね、もち豚で夢うま、ややこしいな、決まりましたよ、これですよ、パクパクいけちゃう、おかわりしたくなるとんかつです。はい、というわけでご覧いただけますでしょうか。二段ヒレカツということでね二段目のヒレカツ発掘いたしましたよ。テンション上がりますね。二段目は二段目でこのね、ご飯の間で蒸されてるっていうのがあるんでしょうか。衣がしっとりしててね、甘みを強く感じられて、よりね柔らかくって優しい味の印象ですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやーマジで美味しかったですね。お米もこだわりのお米を使用してらっしゃるっていうことでね、あの甘辛いタレが染み込んだ部分とかも絶品でしたね。そのね、お米ご飯自体がおかずになるんじゃねえかなっていうぐらい濃厚で、いやーとっても大満足ですね。そしてね、味もさることながら、あの蓋が閉まりきらないほど持ってあるあのボリュームですよね。あのご飯の盛り方からしてもとっても好印象でしたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら
タレカツさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ